今回紹介するのは日本の優秀企業研究企業経営の原点6つの条件という本です本書は日本の優秀企業の共通点についての研究書である筆者の主張は日本の優秀企業には6つの共通点がありそれぞれ ドメインが経営者が現場感覚を持っているものに絞られている流行の経営手法に踊らされず自分たちで考えて経営に取り組む経営者が客観的に自社を見る経験を持っている企業に常に危機感がある事業リスクを平知している社会に貢献することを優先する企業文化を持つである筆者はトヨタ自動車や花王など 過去15年間持続的に成長している日本企業約30社を選定しそれら企業の情報をインタビューを含めて収集し機能的に共通点を抽出している事例が満載で説得力がありかつ経済学の理論ではどう解釈できるかを滅んで取り上げている点も面白い6つの共通点に目新しさはないが 改めて重要性に気づかされるしそれを実行することの難しさも実感できる。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。